この番組は、カタールワールドカップの日本対ドイツ戦でゴールを決めた三重郡小野町出身の浅野拓真選手の人生を三重テレビに残るアーカイブ映像とドイツでのインタビューで紹介したものです。委員からは、ディレクターと信頼関係ができていて浅野選手が自然体で話せていて良かったや若い人にも希望を与えられるので三重県出身の人が 世界で活躍する姿を取り上げることは大切だという意見などが挙げられた一方ワールドカップの直後に放送できたらタイミングが良かったなどの意見も出されました。